こんにちは、しばくれです。ということで今回は、この 5×5 か 6×5 の自動ドアの作り方を紹介したいと思います。こんな感じでポンプブロックを叩くと閉じたり開いたりするっていう感じです。ということでまず必要なのはこのブロックたちです。今回ちょっと 6×5 で紹介しようかな。まずはこんな感じで地面に 2×6 の穴を掘って、こっち側はもう一個掘ります。で掘ったところにレッドストーンを敷いて、その上にオブザーバーをこの向きで置きます。向きに気をつけてください。そしたらその横に、模様入りの本棚を置きます。次にもう一個ここにオブザーバーを6個置いて、その上に粘着ピストンを6個置きます。そしたらスライムブロックを 1,2,3,4,5 って置きます。でここに次蜂蜜、次スライムブロック、次蜂蜜、次スライムブロックってやっていきます。次はここに作ったのの上下逆さバージョンを作ります。なので下向きにオブザーバーで、 下向きに粘着ピストン、ここは、この奥が蜂蜜だったらこっちはスライム、奥がスライムだったらこっちは蜂蜜っていう感じにしてください。そしたらもうこれでもうほぼほぼ完成と言っても過言です。次にここに本棚、模様入りの本棚を 2×13 積みます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13、 ここまで、これをこっちもやります。であっちに作ったのをこっち側にも作ります。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 でここを横にこっちからこっちに橋をかけます。こんな感じで、ここも模様入りの本棚で、そしたらここにレッドストーンを敷きます。この上ですね、本棚ので、ここにレッドストーンを敷いたらその横に鉄のトラップドアを置いてください。正直鉄じゃなくても大丈夫っちゃ大丈夫です。そしたらここ 2×4 掘ります。 2×4 掘って左と右に音符ブロックを置きます。そしたら下に降りて上向き、こっち向き、ギリギリで置けばなんとか置けます。三角が下を向くようにオブザーバーを2つ置いて、ここにレッドストーン4つ、レッドストーンはここの2つちゃんと置いて後ろにつながるようにしてください。そしたらここは埋めちゃって OK です。そしたらこっち側に作ったやつをこっち側にも同じように作ります。なので 2×2×4 の穴を作って、ポンプブロック、ポンプブロックで、下に入ってオブザーバー、オブザーバー、レッドストーンで、ここをまた閉じます。これで完璧。そしたらこの時点でうまくいってれば右クリックした時このドアが開くようになってます。でもこれを戻さなきゃいけないんだけど、それはまだできないんだよね。から戻す部分を作ります。そしたらまあどっちでもいいんだけど右か左行って、ここをもう一回ちょっと開けます。そしたらここに一つ十字になるようにレッドストーンダストを置いて、オブザーバーを今度はこっち向き、三角は上向きだね、三角上向きに置きます。そしたらオブザーバー、鉄のドア、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 オブザーバーで、最後にここにレッドストーンを置く。そしたらここ右クリックすると降りてくるようになる。でここは、蓋しといて OK。 これでもう機械は完成だね。ドアの機械は完成。そしたらあとはここはブロックを置いちゃって大丈夫。 5×6 のエリアで、ここも置いちゃって大丈夫。ここはもうどこまででも置いて大丈夫。左右だね。ただこ
このピストンのここに置いちゃダメ、ここに置くとピストンがブロックを引っ張りきれなくなって動かせなくなっちゃうから、ここはこういうデザインにしてください。こういう感じで天井がある感じだね。まあ天井こうしとけばいいんじゃないかな。そうするとこのただのフラットな壁がこの音符ブロックを右クリックすることで開くようになる。イエーイ。でこっちに入ったらここを右クリックすると閉じる。これ難点がこっち側は綺麗にできないんだよね、残念ながら。こっち側は綺麗にすることが残念ながらできなくて、まあやるとしたら、まあこんなもんかな。天井がここだとしたら、ここにもし置くならくっつかない、同じく模様入りの本棚とかにしてください。でここはね隠せるんだけどね、ここは隠せて、でここに天井を貼れるんだけど、このね入った側からはねこのピストンとね蜂蜜が見えちゃうんだよね。どうしても見えなくすることはできるっちゃできるんだけど、したとしてね、例えばねこういうことはできるんだけど、このピストンとオブザーバーはどうしても見えちゃう。こんな感じかな。まあ、ただ入り口の方は綺麗にフラットな壁にできます。でこれは4箇所どこを右クリックしても開け閉め全部できるようになってます。入ってここで右クリックしてもいいし、またこっちから行ってこうやってもいいし。ちなみに、ここ模様入りの本棚をずっと使ってきてたんだけど、それに関してはここにあるブロックだったら何でも大丈夫です。もう黒曜石とか、これディスペンサーかな、ディスペンサー、ドロッパー、かまどとか、もうビーコンとかロードストーンとか、あと樽とかだと結構いいかもね。頭皮のお家とかには樽が合ってるかもしれない、結構色一緒だから。あとまあこれ音符ブロックじゃなくてジュークボックスです。これはジュークボックスです。あ、ジュークボックス2つ置いてあるね。なんだこれ。どういうことかっていうと、なんで模様入りの本棚を使ってたかっていうと、ピストンにくっつかないっていうことが大事なんだよね。スライムブロックにくっつかないっていうのが大事で、ここにあるブロックたちはほらくっつかない。これ本当は適当なブロックここに置いちゃうとくっついちゃうんだよね。ただここに置いてあるブロックたちは全部くっつかないので、ここに置いてあるブロックだったら模様入りの本棚の代わりにして大丈夫です。で、ここのドアも、まあ、別にドアだったら実質何でもいいです。木とかにしても動くっちゃ動くけど、こう右クリックした時に誤作動しちゃうから鉄にしてるだけです。でこのオブザーバーと鉄のドアのこの回路は何なんだっていう話するとこれです。で本当は、ただただこの右クリックした信号を上に送りたいだけなんだよね。ただ右クリック、まあ、これがまあ右クリックだとして、オブザーバーで上に信号を送ることはできるんだけど、これ見ててほしいんだけど、フッてやるとほらこの鉄とオブザーバーの方が早いでしょ。だからなるべく早く上に送るためにこの謎の機構を使ってます。あとこのカチャカチャカチャって音がかっこいいから使ってます。これでこのドアの作り方は完成です。で一応僕の拠点にあるドアがこれなんだけど、これも同じような感じで開いて、でこっちから閉じられて、で僕は下に装置を改造しててこんな感じで、ここにねスカルクセンサーが置いてあるんだよ。これによってこう近づくと自動で開くようにしてます。これもさっきの回路応用すれば作れます。なんで作ってみてください。ということでチャンネル登録と高評価よろしく。バイバイ。あ、素材は概要欄に貼っておきます。バイバーイ。